どっちありおっすということで今日なんですけどもね、いよいよとかついにカラーのアウターが入ってきましたのでご紹介しようかなと思います。今季一押しのアウターでございます。まあ、毎シーズンねカラーのアウターは素晴らしく良くて、僕も秋冬はだいたい1枚は買わせていただいてるって感じなんですけども、はい、今回入ってきたのはね二型で二色ずつ、まず一型目、はい、こちら私個人的に激推し、ガチ推しですね。はい、これ僕買いました。こっち買いました。はい、はい、こちらです。まあ後でね、ちょっと激アツな理由を語らせていただこうかなと思うんですけども、まあこういう感じですね。ルックでも出てたんですけど、もしかしたらレイヤードもう一個パ重なってたりして、ちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、まあ一応構造としては、はい、丈の長めの、はい、こう中綿が入ったコートの上に、まあ、こういうコーチジャケットがレイヤードされているというようなディティールでございます。で、皆さんこの生地、上のトレンチの、トレンチじゃねえや、コーチの生地なんですけど、前回ご紹介したパンツあったじゃないですか。ね、テーパードのパンツ、あれと同じ素材でございます。素材です。同じです。はい、こっちもそうですね。だから、一応上下で、まあ、パンツで履いていただくと、まあ、セットアップまではいかないんですけど、まあ、ちょっとこう統一感が出るというか、同じ素材なので、まあ、バチッと、はまるかなというような感じでございます。はい、2色ですね。こちらとこちらです。両方ともこうカラーっぽいでしょ。カラーリングが非常にカラーっぽいなと思って、はい。で、もう1個、これ結構ルックでも目立ってたかなと思うんですけども、はい、ハーフコートっていう感じかな。はい、ね、後ろのバッグの後ろ身頃ですね、ニットということで、今季ね結構そのニットアイテムとのなんかこうミックスというか、まあ、アウターにも結構ニットのパーツっていうものが多く使われてるんですけども、これは多分ねニットの面積が一番でかいんじゃないかな。うん、ニットの、はい、こういう感じで後ろ少しガウンじゃないですけど、はい、紐もついて腰紐もついてるって感じですね。はい、これ結構これも結構目立ってたんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっとロングジャケットというか少し大きめのテーラードのジャケットという感じですかね。はい、後で着てご紹介します。はい、ということでじゃあ早速これ着ます。はい、こちらの方ですね、僕が買った方です。これ僕が買いました。はい、どうでしょうか。はい、最初にしておきます。あ、言い忘れる前に、こちらサイズ2、サイズ2でお値段11万5000円でございます。はい、ちょっとね、いろいろ喋りたいことがあるんですよ。まずね、皆さん、あれ意外じゃねって思った方、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。こっちじゃねえの買ったの。でもね、僕の気分的な話しますと、ね、僕毎シーズンね、カラーのね、コート買ってるって言ったじゃないですか。ほぼヘディの、まあこっちもそうだと思うんですけど、ウールのみたいな、アウターばかりなんですよね、持ってるのは。で、もちろんその、化学繊維系のね、こういう、コートを持ってるんですけど、それはどちらかというと、春夏のコートで、まあ、ライトアウター的なコートなんですよね。で、いつも秋冬で買うのヘビーな、結構ずっしり系の、ボリューム感がある感じのやつなんですよね。で、なんか僕クローゼット見た時とか自分の気分を、ちょっと自分の気分でもあるんですけど、なんかもうちょっと軽いテンションで着れる、もっと具体的に言うとケアとかね、うん、なんかそういう例えばウールとかだとあんまり、例えば、ね、電車乗ってて、ね、コート着てます、そのまま座りたくないとかあるあるじゃないですか。なんかシワになるとか、シワになりそうで嫌だなとか、あと雨降った時になんか天候にちょっと嫌だなとか、まあそれってまあしょうがないんだけど、一方でなんかそういうの気にせず着れるアウター、なんか僕一個欲しいなと思ったんですよね。かつあったかいみたいな、軽くてあったかいみたいな、そうそうそう、それちょっとなんかウェアラブルというか、なんかまあウールのやつも僕持ってるんで、持ってるし、なんなら多分まあ毎シーズン出ると思うんですよ、カラーはかっこいいコート、毎シーズンウールのやつとかね。だから逆に言うと、なんかそのそうじゃない違うなんかアウター欲しいな、でもね、なんかダウンっていう気分でもないというか、ダウンほどのボリューム感ボーンみたいなのもじゃないなと思ってた時にこれが来て、うわこれやん、そうこれやん、この程よい感じ、これだったら、まあ、非常に軽くてね、まず軽いし、で、まあ、これナイロンでポリエステルかな、こっちに中綿が入ってるんですけども、ダウンほどのボリューム感もないし、やぼったさも出ないし、でかつこのレイヤードのディティールと色ね、色使いみたいな、そういったところで全体的にちょっと上品な感じも出るし、であったかいっすね、これマジで
すげえあったから、だから天候にもあんまり天候はあんまりね、まあこれだったら軽い雨とか雪とかでも多分大丈夫ですし、まあ電車とか乗った時にもう座ったとしても別にこっちシワとかならないですから、そんなにそんな気にせずにも済むと。でこのかっこよい、かっこいい良さとかディティール、カラーっぽいあのカラーリングとね、このちょっとレイヤードディティールっていうのも入って、うわこれマジでバランス的に最高やと、今の僕のあの気分にね一番こう合ってたなと。持ってないんでね、持ってないしカラーもあんま出さないんじゃないですかね、こういうの。なんか僕もずっと見てますけどちょっと珍しいですね、こういうコート、こういうアウター。もっと近年ね、もっとボリューミーなあのダウンとかあったと思うんですけど、あそこまでのボリュームはいらんなと、僕もそこまでも いらんなと。もうちょっと、ね、スリムというかもうちょっとキュッとコンパクトでみたいな、なんかそこのね僕のねニーズ、個人的なニーズなんですけど、そこにバチッとハマって、これがうわこれですわという感じでございます。はい、喋りすぎですか。はい、シルエットどうですか今回ね。僕サイズいつも1選ぶんですけど今回2にしました。あのねちょっと少しゆったりめに着て、あの中のねインナーとかあんま気にせずに、例えばなんかちょっとボリュームあるパーカーとかスウェットでもなんか袖に気にならなかったりとか、なんか中に着た時にあんまりこうかさばらないようにっていうことでサイズ2にしたんですけど、どうですか2でもね全然いい感じなんですよ。サイズ2です。はい、で、まあサイジングはこんな感じで、まあ2にしてるっていうのもあるんですけどちょっとゆったりです。だから今回サイズ展開2と3です。珍しくいつも1、2なんですけど、はい。で、まあ一番デザイン的な特徴で言うとね、まあ、やっぱりこのレイヤードのディティールが一番目につくと思います。はい、コーチジャケットね、コーチジャケットとなんかこうちょっとこうベンチコートみたいな感じ。これがね、どっちか一個だとちょっとシンプルすぎるっていう感じもするんですけど、このそのシンプルすぎるね、二つがまあこういう感じでちょっとドッキングというかレイヤードみたいな、ディティールになることで、ね、どうですか。良くない？かっこよくない？っていう感じです。で今まあちょっと中閉めてますけど、でポケットもね、まあ、2個あります。前の表の層と裏の層、裏の層で2枚目の層ですね、っていう感じです。で中に入ってるのはこういう感じで、ちょっとこう首元が高くなったような感じの、中綿入りのダウンじゃないです、これはダウンじゃないんです。めっちゃうるさいな、僕たまたまこの T シャツ着ちゃって。はい、そうここにねカラーの、 あのタグのロゴですね、タグの、はい、メッセージというか、はい、がプリントされてるという感じです。ただこれレイヤードなんですけど見てください、後ろはこうなんですよ、後ろまでこうレイヤードじゃない、前身頃だけ、前身頃と袖か、前身頃と袖だけはこのポーチっていう感じで、後ろはこうじゃないね。だからちょっと後ろから見た時もいいんでしょ、なんか袖だけ切り替え違う素材でみたいな、はい、そういう感じでございます。でもう何と言ってもさっきも言った通り軽くてね、めちゃめちゃ軽いんですよこれ、めちゃ軽い、めちゃめちゃ軽くてあったかい、すげえあったかいですね。で袖ですね、袖は見てください、袖までは中綿入ってません、袖は中綿入ってないんで、どちらかというとコーチジャケットの着心地で、ですが裏地がこのパープルっていうね、カラーリングがねすごいカラーらしい、すみませんカラーカラーって何回も、非常にカラーリングがカラーらしいでしょね。まあ前回も言った通りこういうなんかネイビーとブラウンというかベージュみたいなのですね、非常にカラーがよく使うカラーなんですよね、カラーがよく使う色ですね、このダークグリーンもそうなんですけど、はい、こっちも、あこっちは裏地ほら、あネイビーでした、はい、こっちもねどうですか、こっちも良くないですかね、またちょっと印象違いますけど、はい、そういう感じだからね、なんかいろいろアウターってね、いろんなブランドからいろんなアウター毎シーズン出ると思うんですけど、なんかねあんまりない、まあ、カラーっていうブランドの中でもそうですけど他のブランドでもそうですけど、あんまりこういうあのバランス感、こういうバランス感のなんかアウターってあんまないな。1個間違えるとね、1個間違えるとすごいスポーティーになっちゃったりとかなんかすると思うんですけど、なんかね絶妙ですねこれは。そうだから今年の秋冬はこれでいこうかなと思って、多分ね
クローゼットにあったらね、ついつい着ちゃう一枚になると思うんですよね。絶対そうだと思う。ついついこればっか着てるなっていう、多分そういう一枚になるんじゃないかな。すごいワードローブ的な側面が結構強い感じもありつつ、でもかっこいいし、良くないですか。はい、なので僕の今季のカラーの、推しアウターはこれですね。あ、もう10分くらい、8分は喋ってしまったんですけど、はい、そういう感じです。はい、軽いですけど軽すぎず、ね、スポーティーすぎず、カラーリングが落ち着いていてカラーっぽくて、でイージーケアで、ね、あったかくて、こういう感じです。はい、かなと思います。はい、じゃあ次この背面ニット着てみます。はい、どうすか。はい、最初言っときますね。こちらで、ね、サイズ1で、お値段12万2000円でございます。はい、はい、そんな感じで、シルエットはどうでしょう。まああのね、大きめのシングルのジャケットっていう感じですかね。少しオーバーめの、なので丈もまあちょっと長いんでハーフコート的な感じ の、 あの位置づけかなというふうに思いますね。はい、全体のシルエット、まあでも結構綺麗なね、綺麗なシルエットしてるなと思います。はいですね。で、これはまあポイント、まず一番はこれかな。はい、背面のこれ、これはまあやっぱ今季らしいね、非常にこのシーズンっぽさが出てる、あのニットパーツがこう非常に大胆にも背面全部にこうあしらわれてるというようなアウターでございますね。面白いですね。そうそうそう、でまあ紐ついてるんで、まあ一応これはこうやってもいいのかな、こうやってもいいと思いますし、まあ後ろに垂らしておいてもいい。こうやるとなんかちょっとこうなんだ、帯みたいになっちゃうかな、これやーってやーやーみたいになっちゃうんで、後ろでこう結んどくの方がいいのかなと思います。なのでまあちょっとこうざっくり編みのね、ニットのカーディガンですね、裏結構ローゲージか、ローゲージ目のざっくりのニットと、まあこのこういう綺麗めなこのジャケットっていう、ジャケットまあハーフコートみたいなのがまあ前後でこうバチッとドッキングされてるというようなデザインでございます。非常に大胆ですね、大胆です、大胆かつまあ今季っぽいかなっていう感じでございますね。で、はい、じゃあ生地の話しますけど、生地がねこちら、これ多分ね、いろいろミックスされてるんじゃないかな。ウールカシミヤで、結構まあ厚手ですよ。やっぱりしっかりめの厚手の生地でございます。ヘビーな、少しこうメルトンっぽいかな、メルトンっぽい感じの生地感でございまして、しっかりしてます生地感は。なんでまあこれ本当にヘビーアウターかなと、ヘビーアウターかなというふうに思いますね。うん、少しね、紐若干あってで。ちょっと厚手でしっとりしてる感じの非常にいいですね。素材も抜群にいいです。非常に上品な上質な、うん、素材だっていうのはもうこれ面が良すぎるでしょ。面で、あ、面いいですねあれっていう、一目で分かりますわ。あれなんかあのコートちょっと違うなという、あのアウターなんかちょっと違うなというような感じです。でね、袖がちょっと長めかなと思うんですけども、まあこれ実は、はい、袖のところ裏地がこういう風についておりまして、はい、なのでこうやって袖だけちょっとまくってね、裏地をちょっと見せるみたいな、なんかそういうような、はい、着方もありなのかなという風に思います。まあこういう感じですね、ちょっと裏地を見せる。かっこいいな、かっこええな、かっこいいですね。で、裏地どうなってるかというと、半裏なんですよね。半裏で、まあ、ニットって感じです。ちょっとこっちに見せるか、はい。こっちのカラーリングはね、これもまあ非常にカラーっぽいんですけどね。ネイビーと、裏が、はい、ダークグリーン。ダークグリーンですね。こういう感じです。で、裏地がですね、まあ、半裏なんですよ、さっき見て。背中が半裏でございますって感じかな。こっちもね、こっちがなんか結構カラーリング何回もカラーリングって言ってごめんなさい、色使いが非常にカラーっぽいですね。ネイビーに裏地このブラウン
で、まあ、後ろダークグリーンみたいな感じ。こっちもかっこいいね。うん、こっちはどっちかっていうとこのレッドが非常に効いてる、赤がこうパンチバコンって効いてる感じですけど、うん、ネイビーの方もネイビーの方で、はい、非常に着やすくてかっこいいのかなと思います。はい、ネイビーの方の裏地はちょっとまた違いました。こういう感じです。これも見せたんですね。ちょっと、ダークグリーンとなんか赤のストライプって感じですね。こっちちょっとエンジっぽい感じです。はい、てな感じでね、かっこいいっすね。あ、かっこいいわこれは。かっこいいシンプルにかっこいいっすね。うん、シンプルにかっこいい感じで、今季っぽい感じですね。あ、かっこいいね。ええー、わ、はい、ということで、まあちょっとね、今すぐはもちろん着れないとは思うんですけども、まあ、今季のアウターやっぱカラーはね、アウター毎シーズン秋冬特にそうなんですけど、やっぱアウターはコート系ね、特にコート系は非常にやっぱいいですし、おすすめできる一枚なので、はい、ぜひとも検討していただければなというふうに思います。はい、そんな感じでございます。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともチェックしていただきたいなと。基本的に再入荷ございませんので、よろしくお願いします。はい、そんな感じです。では。